おはようございます。ニセコアンヌプリ国際スキー場、12月の22日です。帰ってきました。約1週間ですね、湘南の方に出張で行ってまいりました。久しぶりのニセコです。ご覧ください、天の幅もこう広くなって、今日ぐらいに雪は一旦落ち着いたんですけれども、ちょうどいなかった1週間ですね。全体的に特に北海道ですね、冬型低気圧のいい位置にいまして、で雪をねみんな楽しんだようです。ピステン非常に速そうですね。若干ゴロッとしてるけれども、うん、いいコンディションでしょうね。で天気図から見るとまたね結構でかい低気圧接近中です。今日まだ通過しないっぽいですね。この今太陽ね出てますけれども、これ台風の目みたいな状況、今から低気圧が近づいてきてここで拡大してるんですね。中心が2つあるような予想天気図で、今日通過しないんじゃないかな、明日通過して明後日とか、しばらくまたねとても寒い日続くんじゃないかなと予想しています。久しぶりにニセコをねちょっと楽しみながらペースを掴んでいきたいと思います。いよいよ年末です。皆さん忙しいと思いますけれども、ぜひ滑りに行って楽しいシーズン過ごしてください。今日も良い一日を過ごしください。失礼いたします。おはようございます。ニセコアンヌプリ国際スキー場、12月の23日です。もう年末も近づいてまいりました。昨日はですね雨でしたよ。もう寝る時までね雨でした。こんなのなかなか珍しいですね。暖気がね日本海側全体的に入ってる感じですね。今ちょうどね台風の目みたいな低気圧の中心にあります。こういった時にすごいなかなかね動きが読みづらいんですよ。予想天気図によりますと、今晩に冬型北風になって、明日からねしばらくねまたいい雪が降るんじゃないかなと思っております。雪も整ってます。皆さんも滑ってますかね。そろそろね各地いいと思いますんで、ぜひたくさんスノーボードしてみてください。足りないものがあればまたオンラインストア覗いてください。ぜひよろしくお願いします。それじゃあ今日も良い一日を過ごしください。失礼します。おはようございます。クリスマスイブですね。ご覧の通り、昨日は結局ね台風の目みたいな感じのところに、まあ、いわゆる低気圧の中心ですね、ずっと、まあ、居座るという状況でした。で暖かくてね、どっちかといえば雨っぽいような気温天気が続きました。まだ今始まったところですね。ほぼ積雪はまだないです。足元からは湿気がかかります。でも一転しますね、これで明日明後日まで続くんじゃないかなと思ってます。的にもニセコにね多量の雪をもたらしてくれるような寒さとなっています。ガイドの方も頑張っております。年明けからはねちょっと新料金体制ということで、こちらも報告しますんで、ぜひ手術もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、おはようございます。ニセコアンヌプリ国際スキー場、12月の25日です。メリークリスマス。気圧が通過しまして、昨日から冬型なんですけれども、なんか暖かいんですよね。ちょっと湿気があると言いますか、今日もね雨っぽい、パウダー降りながら雨っぽいような陽気でした。今日もね気温が天気図見るとバッチリ冬型なんですけれども、ちょっと気温が暖かく感じますね。でもゲレンデの上にはねさらっとすっかり積もりまして、パウダーフィーリングの圧雪楽しめるんじゃないでしょうか。徐々にね木の中も仕上がってきますね。まだね本当バフバフじゃないんですけれども、斜面クオリティ上がってきたとガイドたちから聞いています。もういよいよ年末ですね。この低気圧が過ぎた後も次に2つ玉の低気圧がまた迫っているんで、それがねうまく拡大して年末に向けて、まあ、新年も含めましていい雪になることを願っております。今日もいろいろね準備続けています。各地もいい雪でしょうね。じゃあ今日も良い一日を過ごしてください。次は失礼します。おはようございます。ニセコアンヌプリ国際スキー場、12月26日です。またね大して降ってないんですよ。今回の低気圧ですね、いい形で全体的な風の方向も悪くなかったんですけれども、昨日も一昨日もね結局北風なんですけれども、全然冷え切らずというか、どっちかって言えばこう水っぽいような雪が降っています。昨日から昨夜から今朝にかけてはほんと数センチですね。でそれもかなりね車の雪なんかは湿雪の状況です。視界も少しガスっぽかったりして見えますよね。でこの後ですけれども、28日に年明け前にもう一回冬型緩みますけれども、ここからねまた次の冬型低気圧来てるんで楽しみにしたいところです。でも今回がねこんなでしたから、次こそね冷えてたくさん降ってほしいなと思っています。といろいろね年末にかけるってことで、各地からねお客様や友達仲間来るところです。雪の上でねまた再会を楽しみにしています。ぜひね各地、まあ雪も順調に積もっていますから、皆さんスノーボードに出かけて、またニセコバックカントリー、また雪の上でお会いしましょう。それじゃあ
今日も良い一日をお過ごしください。失礼いたします。おはようございます。ニセコ&プリ国際スキー場12月の27日です。いよいよ年末も迫ってまいりました。ほぼ降ってないです。次の低気圧の接近に伴って昨日からちょっと湿気っぽいような天気が続いてます。風があんまりないですね。ゲレンデはすごく早そうで、光があってよく見えればね、すごくいいでしょうね。スノーボード気持ちいいですよ、このコンディションは。パウダーも徐々に仕上がってきて、ただね、湿気があったりとか暖かい日もあったんで、ちょっと芯が残っていたりだとか、表面上よく見えても浅いところ、そういうのは混在しているような状況です。ちょっと気をつけてね、滑るようにしてください。道具の方皆さん届いてますかね。各社ね、工場の関係とかで物が遅れたりだとか今しています。まだね、うちなんかも入ってないものがあって、お客さんにお待ちいただいて困ってるような状況もあるんですけれども、こればっかりはちょっとどうしようもないんで、コロナを経てね、環境も変わってきてるかと思います。欲しいものね、早め早めにチェックして手に入れるようによろしくお願いいたします。もうチューンアップ済みで出せるようなボード、店置きのですね、ボードもね、何本かあります。で、近々ねちゃんと分かりやすく出しますんで、オンラインストアのご確認ください。ぜひねチェックして今年のスノーボード楽しんでください。それじゃあ今日も良い一日を過ごしください。失礼いたします。おはようございます。ニセコ&プリ国際スキー場12月の28日です。師走、師も走る、よく言ったものですね。まあパウダーカンパニーの師は私なんで走っています。みんなもね走ってるんですよね。このねクリスマスからの年末年始、正月ちょっとだけ落ち着くんですけど、まあここがね一番辛いですね。毎年毎年続けてきてるみんななんですけれども、やっぱりね年越しというか、ここにかけて、まあ生活もありますからね、いろいろがこうのしくあって、あとシーズン始めなんでいろいろ慣れてないことを確認しながら、そして今年はね料金改定もこの時期だったんですよね。それとクラブバンコム、これ去年からやってますけれども、運用の具体的なっていうのは今まさにやってるところなんで、みんなね本当に頑張ってくれてます。これも一本の滑走、そして一つのツアー、これをねより最大化する上での取り組みとして行っているパウダーカンパニーガイズ、そちらのクラブです。ぜひねチェックしてくださいね。スノーボードこれから最高の時期です。ぜひ取り組んでください。まだね今年もね今日入れて3日ありますけれども、また来るシーズン、そしてね今年も怪我なく良いお年を迎えることを祈っております。それじゃあ今日も良い一日を過ごしください。失礼いたします。この本動画なんですけれども、1年目約90日間毎日YouTube 動画のショートをお送りしました。出勤前の外境、会員専用のページにて毎日1分で出していこうということになりました。 YouTube を今まで見ていただいている皆さんには申し訳ないんですけれども、1週間分をまとめたねコンテンツとして出しますんで、それをねご覧いただきたいなと思っています。その他コンテンツ、高久智樹ルポやギアチェンなど継続していきますんで、今後ともぜひね YouTube、 そしてパウダーカンパニーガイズよろしくお願いいたします。それじゃあ今日も良い一日をお過ごしください。